じゃんすすけで今回はですね、えー、久々の商品紹介なんですけれども、こちら、デデン、プレイステーション風のハンドスピナーで、えー、ございます、はいえー。実はこちらのハンドスピナー、えー、提供と言いますか、えー、こちら、あのあれです、企業案件って言えばいいのかな、企業案件。 というのともまたちょっと案件ではないんですけれども、これ実はですね、えー、僕が販売しているものであります。ちょっとですね、こちらの方を、えー、60個ほど在庫を仕入れたので、ちょっとね、あのー、紹介したいと思います。あの、これですね、プレイステーション風の見ての通り、えー、こんな感じの丸×三角四角とね、ソニーのプレイステーションのコントローラーのような、 デザインとなっているハ、えー、ンドスピナーでございます。はい。でですね、こちらね、Amazon とかの方で調べても見つかんないんですよね。うん。ということなんで、えー、メルカリとかで探すと出てくるんですけど、えー、こちらですね、はい。えー、売っている値段が、えー、600円でございます。あの、僕のですね、メルカリの えーまあ URL 概要欄のところに貼っとくんですけれども貼っておきますがあのまあ僕のショップの方で販売しておりますえこちらプレイステーション風のハンドスピナーでございますそんでですねえっとこれまあプレイステ三のコントローラーなんですけどまあ見ての通りね本当なんかこんな感じでそっくりなんですよねもう ただね、ちょっと丸ボタンがこれね、赤じゃなくてね、ちょっとピンクなのがちょっとそこが残念なんですけれども、えー、まあ、特徴といまたしましては、えー、まあ、プレイステーション風となっております。しかも配置も同じっていうね。はい。でね、こちら欠点が床に置いて回せないっていう。床に置くとね、あのー、擦っちゃうんですよね。擦っちゃうんで、ちょっと床に置いて回せないんですけど、普通にこうやって、 指の上で回すことは、えー、できます、はいまあ、そこそこ回りますね、はいえー、回転時間は約1分ぐらいですかね1分ぐらい回ります、はいまあ、平均的というかまあゴムなんですよねこれ素材が素材がゴムなんで金属製のものとかそういうのよりかはあんま回らないんですけど、まあ、それでも まあ1分ぐらいは回るかなといった感じでございます。はい。えー、それでですね、あのー、はい、こちら、えー、まあ、あと他に紹介するとこといえば、ベアリングも普通に外せます。よいしょ。ベアリングをね、いいやつに交換することもちゃんとできるんですよね。はい。ここゴムなんで、あ、簡単に外れちゃいます。こういう感じで。こういう感じで簡単に外すことが え、できます。ということでですね。はい。えー、日本ではあまり売られていないこちらの、えー、プレイステーション風のハンドスピナー。えー、僕のショップの方で600円にて販売しております。で、えー、これを聞いてステマじゃんと思った方。えー、ステマじゃないんですね。えー、なぜならステルスしてないからです。はい。えー、なんかね、 例えばこの商品、まあ、いいや、はい、ステマについステマステマってよく聞くのはこれをね、あの自分がさも買ったかのように紹介してこれいいですってべた褒めするのが、まあ、ステルスマーケティングなんだけどもうこれは完全にマーケティングですはい、もう僕が売ってるって言っちゃってるんでねはい、というような感じで、えー、僕のショップの方でこちら600円で販売しておりますちょっと待ってくださいね。まだ、 ちょっとね輸入したときに輸入元がちょっとあの中国だったんでちょっと箱の状態が悪いんですよね箱の状態が悪いんですけどちゃんとなんか新品ではいありますはい在庫はねまだまだえー、っと60個ほどあるんでまあ欲しい方はぜひ概要欄の方からお買い求めください、はいえー、それでは以上完全に僕のマーケティングだったんですけれども、えー、今回はこの辺で終わりたいと思いますそれではご視聴ありがとうございました バイバーイ。